はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65A の算数。ちょっと面積関係のね、問題やってみましょう。これも改正です。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速やってみます。改正の面積です。直角三角形を挟む2辺が3センチ4センチである直角三角形の紙がたくさんあります。この紙を同じ長さの辺を合わせて隙間なく並べて等脚台形、向かい合った平行ではない2辺の長さが等しい台形とひし形、正方形は除くを作ります。最も小さいひし形の面積は四角平方センチメートルです。共に小さい方から3番目の等脚台形とひし形ではどちらがどれだけ大きいです。ね、さあちょっとやってみます。直角を挟む辺が3センチ4センチである直角三角形がね、3センチ4センチが、直角を挟む辺のこういう直角三角。まあ、ここを知ってる人はね、知ってると思いますけども、ここ5センチなんですよね、斜辺はね。で、そしてこの紙を同じ長さの辺を合わせて隙間なく並べていく。こっちも3センチ、4センチ、5センチなんです。で、例えば4センチのところ同士をピタッと合わせてこうやって並べていくってわけですよ。で、そして何を作るかっていうと、これを並べていって等脚台形を作る。例えば等脚台形だったらこうですよ。3、4。で、そしてここにピッと、斜辺同士をくっつけて4、4、5、5。で、そしてここにもう一個、ここ3、3、4、5っていうね、5っていう、これ等脚台形を作って、で、もしくはひし形を作って、正方形は除くを作る。ひし形だったらこういうふうにくっつけて、こういうふうにくっつければいいですよね。一番シンプルなのは、これ3、4、5、3、4、5、3、4、5、3、4、5。こういうひし形ですよね。で、作っていくんだけれども、1番、最も小さいひし形の面積は四角平方センチメートルです。まあ、これね、最も小さいものはもうこれしかないですよね。3と4のところを合わせていって、ここでこうやって一辺が5センチのひし形を作る。これが括弧1ですよね。さあ、これの面積はどうかっていうと、対角線かける対角線割る2ですから、これね、6かける8割る2ですね。24。だから一番小さいひし形の面積は24平方センチメートル。さあ、2番ですね、問題はね。共に小さい方から3番目の等脚台形とひし形を、ではどちらがどれだけ大きいですと。等脚台形は一番小さいのは多分これだと思うんですよ。3、4、5で、ここに真ん中に長方形作ってね。で、3、4、5。と、これが一番小さいやつ。で、同じものとしてはね、これと同じものがもう一つできて、これを倒してね、こういうふうに4、3、5って作って、で、ここをこうやって3、4、5にしてね。で、そしてここにこういうふうにやればまた等脚台形できるんだけど、4、3、5か。4、3、5。そうすると、
これ1、2、3、4枚でしょ。1、2、3、4枚でしょ。これが一番小さいもの。だからこれ1位に1番目、2番目とするとね、3番目に小さい等脚台形っていうのは、どう考えるかっていうと、ね、膨らませていくっていうよりは、ここにもう1個つけるっていう感じね。3番目。こうなっていて、ここに、こうやって。で、もう1個中に入れる。これ同じものをね。で、こういうふうにやれば、3番目に大きい1、3番目に小さい。1番、2番。これ1位が2つあるから、3番目これね。音、3、4、5、3、4、5、3、4、5、3、4、5、3、3。まず3番目に小さい等脚台形はね、いくつかっていうと、上底が6です。下底が12です。高さが4割る2、18×2、36平方センチメートルです。さあ3、今度ね、ひし形ね。さあ一番小さいひし形は、まあこれですよ、4枚ね。で、2番目に小さいひし形は、多分これをそのまんま貼り付けていって、まず元のこれがありますよね。こうやってね。これ全くこれと一緒です。ここに一旦長方形にして、こういうふうに。こういうのが2番目じゃないかなっていうとね、一辺は55、55、一辺10センチのひし形です。で、対角線は3333ですから、横の対角線は12ですね。縦の対角線は4444ですから16。これが2番目。さあ3番目なんですけどね、実はね、これね、同じように膨らませていくと、こういうひし形できます。こうでしょ。今こうやって作ってきましたよ。さらにこれにもう一つ、もう一周加えるわけです。一旦こうか、これいらないね。これいらないね。これでこうだ。一辺が555、15センチで、対角線が3333338センチ。縦が444444、24センチ。で、これが3番目だと思うと、よく考えていくと、もう1個できるんですよね。もう1個、一辺が15センチの、やつができるんですよ。まあ、どんなふうに考えていくかっていうと、これね、ちょっとね、書く場所がなくなってしまったんで、これ一旦消させてください。
こういう形。つまり3、4、5のやつを3で5枚。ね。15にして。で、そこに3、4、5、3、4、5、3、4、5ってやってって。で、同じように積み上げていくと、同じ15センチ、15センチなんだけど、ね。底辺が15で、高さが444っていう平行四辺形として考えるんだけど、これひし形なんですよ。対角線はこれ出ないんです。15×12 の180平方センチメートル。ああ、さっきのね、計算で出しとかなきゃいけなかったですね。これね、覚えてます？横の対角線が18ですよ。で、縦の対角線が24。で、これは対角線かける対角線割るには出せますから、18かける24割る。ね、24かける9で、216平方センチメートルなんですね。これね、さっき書いたやつね。で、これは15かける12なんですよ。180平方センチメートルなんです。こっちの方がちっちゃいでしょ。だからこっちが3番目にちっちゃいひし形なんですよ。そうすると、ね、これで、答え出せるんですよね。何を出すかというと、共に小さい方から3番目の等脚台形とひし形ではどちらがどれだけ大きいです。つまり、等脚台形の3番目に小さいのは36平方センチメートル。ひし形の3番目に小さいのは180センチメートル。だから、ひし形の方が、どれだけ大きいですから180引くこれね36、144平方センチメートル大きい。これをペタペタつけて大きくすると 18×24÷2 になっちゃうんだと、216になっちゃうんだと。これは4番目に大きいひし形、ね、そうすると3を5枚並べていって、これね。で、そこに上にこんな風に平行四辺形みたいに感じで積み上げていくと、15×12 で180で出せる。これが3番目。これに気づくかどうかですね、この問題はね。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。